皆さんこんにちは、早川美優です。私は東区宮武町にある浜松スポーツセンターにやってきました。冬のスポーツといえばアイススケートですよね。ということで今回は浜スポで行われているアイススケート教室をご紹介します。浜松スポーツセンターは水泳、体操、空手などのキッズスクールから社交ダンス、合気道などのスポーツ、書道や外国語レッスンなどを学ぶことができる施設です。そして県内唯一屋内アイススケートリンクがある場所でもあり、毎年シーズンの10月から5月は多くの人でにぎわいます。今回お邪魔するスケートスクールは基礎クラス、フィギュアクラス、大人クラスの3つに分かれています。早速中に入っていきたいと思います。入ります。結構中は広いですね。コーチは浜松フィギュアスケートクラブのインストラクターでもある2人。まずは基礎クラスのコーチの竹下さんにお話を伺いました。基礎クラスっていうのは主にどういうことを教えてもらえるんですか？初めてスケートをやるよとか、まあ貸し靴でスケートをやるよっていう子たちが入ってくるクラスなので、本当に最初はもう氷の上に立つっていうことだけでもいいかなって思ってて、うん、でまあ氷の上に立つとこから、ね、転んで立つ、本当に遊びに来た時に困らないようなレベルで、まあシーズン中通してちょっとまあ上手に滑れるようになっていくっていう段階を得て、まあそこからもっと難しいことしたいよっていうことであれば、ジャンプとかスピンをやるフィギュアクラスっていうところに行ったりとか、本当に初めてでも入りやすいっていうクラスにしたいなって思ってるので、もう全くやったことない未経験っていう子でも、こう自分のレベルとか、はい、そうセンスとかもあると思うんですけど、まあ、そういうのに合わせて先生が教えてくれるってことですよね。そうですね、まあ、あの人数が多かったりするのでやっぱり基本的な流れはあるんですけど、やっぱり1ヶ月先に始めた子と今から始める子では当然差があるので、そこはやっぱりレベルをそれぞれ見て、共通のことを合わせながらちょっとずつ課題を変えていくかなっていう感じではありますね。早速私も体験させてもらえるということで、靴を履いてリンクへ向かいます。みんなリンクの中に入っていくということなので一緒についていきます。寒い寒い、意外と冷える。いいね、お客さんもたくさんいて賑わってますね、平日ですけど。念入りに準備体操をして体をほぐしていきます。準備運動をして体を温めたということで、早速リンクにみんなと一緒に入っていきます。前やってる時みたいにやってみて、じゃあまずここずるいつもみたいに端っこ入れ。 OK、 分かった。立ててるし切れてるけど、基礎クラスではまず歩く、しゃがむなど滑る以前の基本的な動作を学びます。はい、足揃えます。でペンギンじゃなくてこの日の参加者は3人。スクールに入ったタイミングは違いますが、コーチが個人に合ったアドバイスをしてくれます。はい、リフトのまま走っておいで。おお。大の字作るのと十字架作るのだけ。リク、お腹曲げない。難しいですこれ。これ先生、ぐらついちゃうんですけど、ポイントは片足がしっかり立ててない。おお、片足でしっかり立つ。片足で立つ、でもできてます。はい、オッケー。あ、でも意外といけるかも。割とすごい滑るのでぐらつきがちなんですけど、この両足で立つんじゃなくて片足でちゃんと立つっていうのが大事みたいです。あれとかできないです。めっちゃ難しい。意外と簡単に見えるんだけど難しいです。今日初めての子もいるんですけど、初めてでも先生が丁寧に教えてくれるので安心して滑れますね。みんなと一緒に止まる練習もしてみました。難しい難しい。
ちゃんとガリガリ言わないとそんなに止まんないよ、うん、あ確かに確かにガリガリ言うぐらいちゃんとなんていうの横に滑らせればいいね難しいねねえスケートやってたことあるのあるあるの1回しかない1回しかない1回しかなくてこんな滑れんのすごいなっちゃん3回くらい3回あの初心者の子とかも今日いるしあともう何回かね通っている男の子もいるんですけど先生がねその子のレベルに合ったアドバイスをするしその子のレベルに合ったメニューで教えてくれるから今日から入りたいよっていう子でもなんていうんだろう入りやすいというか安心して自分のペースに合ったレッスンを受けれるっていうのがすごい魅力的だなと思いました。基礎クラスの練習を経てコーチからの許可が下りると一つ上のフィギュアクラスに入ることができます。ここでフィギュアクラスのみんなにお話を聞いてみました。スピンやってたっていうからさめっちゃやってたんだ。最初はめっちゃめまいする。めまいする目が回る目が回るよ。スピンだもんね。目がすごいもん。でも逆回りしたら回る。うそどう、教室ちょっと難しいとこもあるけど結構楽しい。楽しいどう教室。いや面白い。面白いよねカメラに顔見てだってさ、まだみんなだって通ってさ、ちょっととかでしょ。うん、私はちょっとで、この人は1ヶ月ピカ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 のピカピカの3年生それ1年あ、そうか3年生でしょ、だってそうだねここまな板とか、うん、ここ爪楊枝とかあ、そうなんだ。ここが鉄の棒それ刺さったら痛いとか例えが上手だから分かりやすいんでしょ、うん、教えてくれるのが分かりやすい、ね、だからみんなそんなに早くうまくなっちゃうんだよ多分ね。水飲まないとね、ここね、へんにへんにょダメじゃん、それさこっちの親父ってどういうこと、なんで頭が下がらないよ。頭が下がるとグサってなるから。あ、いやそういうことか、なるほどね。ここに爪楊枝があるんだって、うん、グサってならないよ。あ、頭をずっと上げとかないといけないよ。1ミリ、1ミリで試合は出てないけど、羽生結弦選手とか有名ね。女子は木平梨花選手。すごい上手だもんね。綺麗だし、うん、なりたい。そういう風になれる誰かいないの？誰かいないの？え、名前わかんない。わかんない、フィギュアに入ったのは5歳、うん、フィギュアに入ったのは5歳で、スケート始めたのは4歳か3歳ぐらい、なんでさ、なんでそんな早くから始めたの？あのね、私がちっちゃい頃にね、うん、スケートあんまりこうやってやったのパパ押してって言ってたからさ、うんうん、上手になりたいって言ったね、うん、入ってきた。すごいねトリプルアクセル飛びたい。トリプルアクセル、うん、トリプルアクセルってあれだよね、3回転するやつだよね、うん、こうやって3回転大会には出場したいかな。大会に出場したい。頑張って頑張ってね、できるよ、上達早いからさ頑張ってね。それ毎回人に言われる早いもん。なんかこっちの手前で基礎クラスの子たちがやってて、奥でフィギュアの子たちがやってるんですけど、この基礎を終えた子たちがフィギュアに行けるみたいなんですけど、フィギュアに行くスピードも結構さっき子どもたちに聞いたらすごい速かったから、ここで基礎のことをだいたいある程度先生に教えてもらえて、で向こうのフィギュアに行ったらもうあんな上手な滑りになるっていうのはすごい、子どもたちも上達早いし、先生がこう細かく丁寧に教えてくれるからこんなすぐ上達するんだなって思いました。個人のレベルに合った指導をしてくれるので、未経験の方でも安心して楽しく学ぶことができます。また週に1回通うコースから3回通うコースまであるため、詳しい料金などはホームページをご確認ください。最後に竹下さんに今後のスクールについて伺いました。基礎クラスは
やっぱり最初の入り口なので、そこからレベルアップしてフィギュアスケートやってみたいなとか、もちろんフィギュアスケートじゃなくてスピードスケートに興味を持ったりホッケーに興味を持ってもらうのも全然ありかなとは思うので、本当に気軽な気持ちでお教室に来てもらえたら嬉しいなと思います。で、お教室の子が増えればやっぱりいろんな選手も増えていくと思うので、もう本当に、まあ、お母さんがねやってみたかったから子供にやらせたでもいいし、お子さんたちも今テレビですごい盛んにフィギュアスケートが行われているので、ちょっとテレビ見て憧れの選手みたいになりたいなっていう気持ちがもしあるようだったら、ちょっと一回見に来てもらうでもいいし、体験しに来てもらうでもいいので、ぜひ一回スケートリンクに足を運んでみていただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。私も本当に未経験だったけど、先生がちゃんとその子に合わせたアドバイスをされてるのを見て、すごい初めての子でも入りやすいんだろうなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。ハマスポのアイススケートはスケート靴を借りて誰でも気軽に楽しむことができるので、スクール以外でも皆さんぜひ体験してみてくださいね。詳しい料金や営業時間などは浜松スポーツセンター公式ホームページでご確認いただけます。ということで、今回は浜松スポーツセンターのアイススケート教室をご紹介しました。皆さんこれからも頑張ってください。イエーイ。